落選点は意味としてはフランスで公式のサロンの審査員によって落選させられた作品を集めた展覧会のことであるが特に1863年の展覧会を指す場合が多い落選者展とも表記される落選点が始まったのは1830年代と早くパリのアートギャラリーが サロンに落選した作品を集めた小規模かつプライベートな展覧会を催していた。それが1863年の展覧会は大騒ぎで実はフランス政府が講演していた。この年、いつもの年より多い3000点以上の作品がサロンに落選したことに美術家たちが抗議したのだった。展覧会には次のような公式の告示が出された。 フランス皇帝ナポレオン三世もサロンに付随して落選した美術家たちが自分たちの作品を展示しても良いという命令を発した。しかし多くの批評家並びに大衆は落選作品を嘲笑した。その中にはエドアールマネの草上の昼食ジェームズ・マクニール・ホイッスラーの白の少女が含まれていた。しかし絵画の世界に突如として出現したアヴァンギャルドの 正当性を認め、注目する批評もあった。真似の励ましもあって、1874年、印象派は、サロンの外で始めた、展覧会を成功させた。落選展は、1874年、1875年、1886年にも、パリで開催され、その頃には、パリサロンの名声も影響力も衰えてしまっていた。 エミール・ゾラは1863年のスキャンダルを虚実ない混ぜにして小説、制作の中に取り込んでいる。現在、落選点という言葉はパリサロンに限らず審査員制のある美術展から落選した作品の展覧会全般に広く使われている。アトランティック落選点は2001年5月。 スティーブン・ジェームズが始めたもので、カナダ、ハリファックスを拠点に、アトランティック映画祭に落選した映画を上演している。サロン・デリフューゼス・オット・オーロンティック2007。ありがとうございます。